はいみなさんこんにちは今日の授業はね、二点間の距離の公式についての話ですまずそのことを確認していきましょうはい二点間の距離の公式ね、まずこの図の意味から説明します点 A の座標は X1Y1 そして点 B の座標は x 2 y 2ね。この点が A ですそしてこの点が B ですこの線分 AB の長さを求めたいんです この線分 AB の長さを求めるときにね、ちょっと補助線を引いたんです横方向に赤線を引いて縦方向に赤線を引いてここに直角三角形を作ったんです今この AB というのは直角三角形の斜辺に当たるものになっているわけですそうするとね、底辺の長さと高さが分かればここにちょっと書いてありますけれども三平方の定理を使って斜辺 AB の長さが求められるんです ではこの底辺 AC ねここにアルファベット C を打ったけども底辺 AC のな長さというのはねどうしたらいいか A と B の A と B の X 座標同士を引き算して絶対値をかぶせてあげると長さになるんですそして高さの方はね A と B の Y 座標同士を引き算して絶対値をかぶせてやると長さの式になるんですここに一旦絶対値がついているけどもね 別にこの絶対値は怖がる必要ないからでは三平方の定理でこの直角三角形の長さの関係を押さえてみると斜辺の AB 二乗は底辺の AC の二乗プラス高さの BC の二乗になるよね。そして AC の二乗というのはね AC の二乗底辺の二乗ね絶対値がついてるけども二乗しちゃうと絶対値は取れちゃってただの括弧の二乗になるんです。 そして BC の事情、ね、これもね、この縦の長さ絶対値がついてるけども高さの方ね絶対値がついてるけども事情しちゃうと絶対値が取れて括弧 Y2-Y1 の括弧の事情なっちゃうんですここはね、X 座標を同士を引き算して括弧の事情足すことの Y 座標同士を引き算して括弧の事情と覚えればいいわけこれは AB の事情でスタートしているから ab イコールにするときに長々とでかいルートの記号がつくわけですルートの中身の形が大事だよ括弧事情乗プラス括弧事乗ね最初の括弧は x 座標同士引いて括弧の事乗にすればよし後ろの括弧は y 座標同士引いて括弧の事乗をつけてあげればいいわけこの赤の縁取りがつけてあるねこの ab イコールルートというのが今日の授業で使う公式ですここがポイントですでは このポイントを使う例題にそろそろ入っていきます。はい、では例題を確認していきますよ。次の二点間の距離を求めよう。括弧一括弧二、二問あります。そして、ええー、括弧一は。一つの点は原点 o ゼロゼロ、もう一つの点は 2,、ね。ええ、二かまマイナス三ね。先ほどの A. b イコールルート。 括弧の事情を足す括弧の事情に当てはめていけばいいわけです。ただし括弧一番は点の名前が O と A ですから注意しておいてください。では括弧一番。OA 事情イコールでスタートしたの。あのね OA イコールでスタートすると長々とルートがつくわけ。 ルートのつかない OA 事情で計算したらその計算結果に最後にルートをつけてやった方が見やすい式になるわけですじゃあ OA の事情ねそうすると x 座標同士引くわけね最初だから丁寧にやりましょう2-0括弧事情プラス +y 座標同士引くわけね −3-0 括弧の事情ねそうするとこれは2の事情で4そしてここは マイナス3が自乗されてプラス9だよね13になりますよねオッケーね X 座標同士引いてカッコの自乗足すことの Y 座標同士引いてカッコの自乗ね4たす9で13これにルートをつければよしはい。じゃあよってで、ね、入れちゃいます 良いですか？OA の事情が十三ね。最後にルートつけるの忘れないよね。OA イコールルート十三です。ではこれと同じような形で、括弧にね、今度は一二と四カンママイナス六という二点が与えられています。じゃあすぐに括弧にも AB の事情で始めます。はい、最初の括弧の事情の中身は x ザ x 座標同士引く確認しましょう4と1ですね括弧ねその次の括弧の事情の中身は y 座標同士を引き算するわけですそうするとス、えー、6と2だよねス6引くことの2括弧の事情そうするとこちらが4く1で33の事情は9です。そしてこれは ええー、マイナス六引く二で、マイナス八ね。マイナス八は二乗するといくつかな、マイナス八は二乗する、と符号はプラスになります。八パー六十しです。計算すると、七十三になるのはいいかな。いいね、九プラス六十四、マイナス八の二乗は、符号が。マイナス八の二乗だから、プラスに変わり、八パー六十しね。九足す六十四、七十三、よって。 AB はルートつけてルート73、はい、ここまでよろしいかなただね注意してほしいのは今回ルート73はこれ以上簡単にならないけどもルートの中身の数によってはねルートの中身の数によってはなんとかかけるルート X X みたいな形に変形されることが時々ありますから注意しておいてください。 はい今回のテーマのね、えー、公式ちゃんと覚えられましたまずルートをつけずに括弧事情を足す括弧事情中身は x 座標同士引き算する次の中身は y 座標同士引き算するこちらも同じ形で、ね、そして計算結果が出たら最後にルートをつけるのを忘れないようにはい例題でこのポイントの基本事項の使い方分かりましたねでは例題の解説はここまでです。 はい、では練習問題に入ってきますよ。はい、問題文よく見てくださいね。三点 A、B、C の座標が与えられています。点 A は2,4、B は3,3、C は6,7ね。そして問題文は A、B、C を頂点とする三角形 ABC は二等辺三角形であることを示せなんです。証明問題ですよね。やっぱり証明問題っていうと難しく見えがちですよね。で、証明が終わったら。 またた底辺の長さをを求めよううなんです何をやったらいいいかとことなんですこれはね、えー、こういう問題が出るとね高校生や受験生というのはねすぐに XY 座標平面をとって ABC の3点を図に従うわけ、ね、三角形 ABC 書きたがるわけそうじゃないのよ。やるのはね何を求めるか長二等辺三角形であることの証明だから長さを計算しちゃえばいいんです。 はい、これがポイントなんです、えー、長さの事情ね AB 事情 BC 事情 CA 事情を計算しよう長さが分かってしまえばどことどこの辺が等しい二等辺三角形って分かるでしょうそしてどことどこの辺が等しい二等辺三角形と分かったら残りの一辺がこの底辺に当たるわけですじゃあ頑張って AB の事情の計算始めますよ。AB の事情ね X 座標同士を引き算すると 三引く二括弧次乗。y 座標同士引くと。三引く四。括弧の次乗。イコール1。一たす一で二です。いいね。実際の A. B. の長さは。これにルートをかぶせるから、ルートの二です。実際の A. B. の長んですね。では次 B. C. の次乗。 はい、括弧の次乗の中身は、えー、点 B. と点 C. をよく見て。X. 座標同士引き算します。Y. 座標同士引き算します。六引く三で三だね、三、の次乗で九。足すことの七引く三で四だよね、四の次乗十六。 25が BC の事ですルートをつけるとルート25つまり5が BC の長さです最後 CA の長さね CA の辞書はい x 座標同士引くと6引く2ですねそしてえー、7引く4 かっこの事情です CA の事情は6く2で x 座標を引き算して括弧の事情そして y 座標は7と四だから 7−4 括弧事情ね、はい、こうやってしっかりと確認しながら計算してくださいそしてここが4の事情で16次が7く3で3の事情9です,25です、はい、あ見てくださいこれで証明終わったの気が付いたでしょう BC の次乗と CA の次乗が等しいから BC イコール CA の二等辺三角形なんですで実際の長さはこれにルートをつけるから5になりますよって BC イコール CA イコール5の二等辺三角形です ここで一旦証明が終わるわけですはいこの問題さパッと見たときに証明問題だから嫌だなっていう感じがしましたよねでも今日のテーマは二点間の距離の公式ね AB 事乗、BC 事乗、CA 事乗をガリ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 っと計算してしまえばどことどこの辺が等しいこの場合には BC イコール CA が等しい二等辺三角形と分かったわけじゃあ残りの辺このこいつだねこの子だね これが底辺なんですまた底辺は底辺の長さは AB ですね底辺の長さは AB イコールルート2であると問題文についていたまた底辺の長さを求めない、ね。 底辺の長さは A. B. イコールルート2です。はい。大体の。問題の流れつかめました。難しい問題ではなかった。赤のチョークで書き込んだ A. B. 二乗 B. C. 二乗 C. A. 二乗を。丁寧に計算すれば。二等辺三角形であることがわかり。残りの一辺が底辺になってくれたわけです。はい。練習問題の解説はここまでです。はい。 本日のまとめをしておきますはい、今日は2点間の距離の公式ということで実際には AB イコールルートがついた長い式ですでも実際の計算はどうやったかというとこちらなんですよね AB 事乗で計算を行って最後にルートをつけるこれがね、効率の良い2点間の距離の公式の計算なんです例題も練習問題も全てその形式で解いてありますそこをしっかりと押さえておいてくださいそれではこれで今日の授業は終わりにしますはい皆さんお疲れ様でした